PM とは、トヨタ自動車が開発したコンセプトカーである。PM2003 年の東京モーターショーでワールドプレミアを飾った。PM とは、パーソナルモビリティウィズ、ビジュアルコミュニケーションシステムの略称。出会う、つながる、集まるを開発コンセプトとし、先端の IT を活用することで、人と車との一体感を追求したパーソナルモビリティである。 カプセルのような形状の運転席で正面が上下に開閉するというグラッシーキャノビーを採用。乗降時にはシートが前方にスライドし乗りやすい位置まで下がることで良好な乗降性を確保している。また、触覚のようなヘッドランプやボディのところどころに埋め込まれた LED などどこか生命を感じさせるようなデザインを取り入れている。前輪はシャフトを使用していない。 シースルーホイールとなっている。正面のインストルメントパネルには指先検出センサーによる空間入力を利用したビジュアルコミュニケーションシステムを採用。これによりストレスなく走行情報などを得られる。また、PM にはアクセルペダルとステアリングの代わりにドライビングコントローラーというドライブバイワイヤ技術を応用したシステムを採用している。これにより ハンドルとアクセルを片手で操作でき、その場で回転したりなどの複雑な操作を行える。PM は走行状況に合わせて4つのモードを備えている。乗降時や低速走行時のための乗降モード、市街地走行のための市街地モードは視点を高くホイールベースを短くとっている。さらに高速走行時の高速モードはホイールベースを最大まで延長しており、 ドライバーはほとんど寝たような姿勢で運転する。また、その場で回転するための、その場回転モード時は、前輪が、歯の字に向いている。さらに PM は、複数の PM 間と情報のやり取りを行える。例えば、PM 同士で情報を交換し合ったり、チャットのように気軽に PM 間で更新を行ったり、自分が運転しなくても他の PM にくっついて、走行したりなどを行える。 2005年の i、地球博には PM のコンセプトをさらに進化させたコンセプトカー i ユニットが出展された。他にも PM のコンセプトをさらに進化させたコンセプトカーが東京モーターショーなどに出展されている。ありがとうございます。